久保さん暑いっすね。久保さん暑い。まあ、今回はね、1ヶ月のペイペイ運用結果、こちらですね、僕チャレンジコースでやってたんですけど、この前ねマイナス500円ぐらいになってて、あ、マイナス500円かみたいな。そう、増えたり減ったりで、まあでもずっと増えてたかな。でこの前いきなりマイナスになったんですよ。マイナスもあるでしょうね。で今日見たら久保さん1100円ぐらいになってて、おおっつって、で僕の基準でもうちょっとね、方程式をペイペイボーナスの方程式を作ったんですけど、これって今2万円ぐらいに対して今日ね1100円ぐらいになってたんですよ。で前そのまあちょいちょいそのボーナス運用で自動追加してるので、まあ額が少ない時で 8% とか 9% で出て1000円いった時もあるんですよ。なんでまあチャレンジコースの方がね、まあこの振れ幅大きいので、まあ、自動追加をチャレンジコースにして、で1000円取れたらすぐスタンダードに戻す、スタンダードで運用する、1000円利益取れたらスタンダードで運用する、1000円利益取れたらスタンダードで運用するっていう。だから今日ねその1000円利益出たんで、それ全部チャレンジコースからスタンダードに全部金も入れました。一応スタンダード のグラフはなんだ、ずっとちょっとですけど上がってるっていうね。もちろん多分ねあれはね分かんないでしょ、絶対ではないんで、まあ、こんなはいかないと思います。少なくても少なく見つってもスタンダードコースでこうなったらスタンダードコースちゃうやんと、それチャレンジコースやんってなるので、まあ、多分本当にこんな感じなんで、だから増やしたら安定に戻すでちょっとずつでもやるっていう、まあ、僕のちょっとペイペイボーナス運用術ですね。もう確率です。もうでもね今日ね久保さんちょっとねあれなんですよ、これもうちょっと待ったら絶対増えそうだなと思ったんですけど、いや待てよと、これは自分の決めたルールに従おうと思って1000円取れたらもうすぐ移動するっていうね、いやちょっとこの余分なね欲をね排除してすぐ全額下ろしましたよ。だからまあ僕はなんだこのペイペイボーナスで税金を払いたいんで、自動車税、ね、運用で自動車税払いたいんで、まあ何が言いたいかっていうと、まあ久保さんがね、まあ、1000円の話してた、みんなの銀行の1000円の話してたんであれなんですけど、ペイペイボーナスで1000円でそんな偉そうに言ってんなよって話なんですけど、偉そうに言わせてください。銀行でね、銀行で2万円貯金したとしても1万円貯金したとしても絶対1000円の利子つかないですよ。もう一度言いますね、多分つきます。日本の銀行で三菱 UFJ、 じゃあその都市銀行、すげえもうメガバンク、じゃあ1ヶ月貯金しました、 1、2万円、1000円の利子つきますかね。つかないですよこれじゃあ1000円ってすごないですか。だから僕何もしてないですよ、ただお買い物するじゃないですか。でそのボーナスが派生するじゃないですか。でそのボーナスを自動追加して運用する、もうペイペイのシステムをただ利用してるだけで放置、何もしてないね。まあ、ちょいちょい動画撮ってますけどね。で今日も動画のネタでスクショ撮っておきましたけど、それでやばないですか。何もしなくても1000円ですよ。タイトル何もしなくても1000円でいいか、何もしなくても1000円儲ける方法にしましょうか。パンチありますね。何もしなくても1000円儲ける方法にしましょう。久保さんは一生懸命ね、みんなの銀行をね紹介してますけど、僕何もしてないですね、はい、もう本当に自動です。だって自動追加あるんだから自動追加あるんで、買い物したらそのボーナス自動で追加されて運用されるっていうね。これね僕ねすげえなと思いましたね。なんかね面白いなっていう、こういう仕組みがあるんだなっていう。でもねうさんくせとかね、ペイペイうさんくせとか、未だに電子マネー危ないとか、なんかねコンビニでね、このさっきか買ってる人いたんですけど、いまだに現金なんですよね結構おばちゃんとか。なんかこんなに大量に買ってて現金払いみたいな、セルフレジなんだけど現金で もたつくみたいなペイペイ3秒で決済できますよって話で、でボーナス来るし、いやこれはほんとね、やっぱ時代に乗るか乗らないかっていう、これ本当大事ですね。まあ、YouTube を見てる側か発信する側というか、まあ、そういう システム仕組みがあるわけじゃないですか YouTube も。
まあ、みんなの銀行もそういう仕組みを作ってくれてるわけじゃないですか。それに乗っかるか乗っからないかっていうのは本当ね、全然人生の差っつうのはここなのかなっていう思いますね。まあ、僕は仮想通貨には手出さなかったですけど、ただ PayPay に関しては手出した理由は、まあ、どこでももう扱ってるものが多いんで、で運用を決めた理由はもう税金ですからね。自動車税が払えるってなったんで、あ、これもう間違いないと。で自動車税なんかマストで 毎年来るわけでしょ。また自動車税来たよみたいになるわけじゃないですか。それ PayPay の運用額で払えたらよくないですか。どうなんだろう、運用額で税金払えるのかな。まあそれも来年ちょっとやってみますけどね。うん、だなんかね、ボーナスのお金ってどうなんだろうな。買い物しかできないんですかね。まあそれはちょっと来年、ちょっとダメだったら、まあ、買い物とかなんかにも話しますけど。でも買い物、PayPay で買い物してまた PayPay つくし、ね、久保さんね、PayPay で決済してまた PayPay ボーナス来るっていうね。すごいですね、時代は進みましたよ。で今僕移動してるじゃないですか、久保さん。で、まあ仕組みを使ってね、まあそのメルマガとかもセッティングしててね、まあ今日は商品販売してるんですけど、運転しながらね、売り上げ上がってるわけですよ。すごい時代ですよね。何もセールスしてないですよ、僕今。運転してます。運転。まあ今動画撮ってますけど、運転してます。だけど、まあ YouTube もね、予約投稿っていう機能があって、予約投稿したりとか、まああとはなんだ、あのメルマガもね、予約もできるわけですから。もうね、全部メルマガ予約しちゃってるんですよ。で、動画も予約投稿してるし。勝手に投稿、自動で投稿されます。自動で発信されて。いや、何なんですかね、これね。すごいですよね。だって車運転しながらチャリンチャリン入ってくるんだから。やばないですか。そう、すごいですよね。で、そうそうそう。今日、さっきメールチェックしたら、久保さん、あの、まあ、クレジット決済はその場で自動決済じゃないですか。で、銀行振り込みの場合は、その、ちょっとやり取り必要なんで、銀行振込み希望の人がメール来てたんですよ。なんで今ちょっとね、その対応しますけど。いやー、あの、今日で僕の商品は販売終了ですから、僕のメルマガ登録しておいてくださいね。まあみんなの銀行に登録するか僕の商品買うか、それはあなた次第です。いってらっしゃい。